中日ドラゴンズのレビーラ選手、2試合連続ホームランで支配下登録、そして1軍昇格に一歩前進しました。中日の外国人野手の4月11日終了時点での成績を見ていきます。アキーノ選手、打率1割3分、長打がありません。出塁率1割6分、 OPS0.290。 アルモンテ選手、2割2分2厘の2塁打が1本、出塁率が2割2分2厘、 OPS が 0.556。ビシエル選手、2割8分1厘、2塁打が2本、出塁率2割8分1厘、OPS0.625。 一番いい状態ではあったんですけれども、登録抹消ということになっています。そしてカリステ選手、1割9分2厘、2塁打が1本、出塁率2割2分2厘、OPS0.453 という数値でございまして、外国人選手ながら、誰も OPS が 0.7 超えていないというところで、長打力のある外国人野手が急務な状況でございます。そんな中、レビーラ選手が2軍で2試合連続ホームランと、こちら見ていきましょう。レビーラ選手が2試合連続ホームランということで、11日の2軍でのソロホームランに続いて、12日はなんと満塁ホームランを放っています。2022年は1軍での試合出場っていうのもありまして、2割3厘の2塁打が2本、ホームランが1本、出塁率2割2分7厘、 OPS が 0.509 という数字になっています。若干打率は低いですけれども、パワーっていう部分は、結構期待できる部分もありました。2023年、ここまで2軍では2割2分7厘の2塁打が2本、ホームランが1本、5打点の三振率が 28% という成績でございます。やっぱり2軍でも確率という面では少し低いですし、三振率も高いんですけれども、1軍にはなかなか足りていないパワーは間違いなく持っている選手だと思います。徐々に成績を上げてきている状態で、特に長打力が期待されています。もう少し確実性が上がってくれば、試合下登録そして1軍というところも見えてくるかもしれません。ではレビーラ選手の1軍昇格の可能性について掘り下げて見ていきます。レビーラ選手の1軍昇格の可能性ですけれども、ビシエド選手が抹消されたということで、外国人野手は現状1軍に3人ということになっています。4人の外国人野手を同時出場させることはできないというルールがありますから、本来はこれがマックスの状態なんですね。なのでビシエド選手が落ちてきたから外国人1人上げるとか、そういった采配っていうのは基本的にはないものとなります。ポジションとしてはレビーラ選手レフトかファーストで、対抗としてはやっぱりアルモンテ選手、ビシエド選手ということになってくると思います。どちらかというとレフトの守備っていうのはかなり不安があって、ファーストの方がまだ無難にできるかなという印象ですね。アルモンテ選手の結果が出ないということになれば、もしかしたら入れ替わりで昇格もあり得るのかなというふうには思います。あとはビシエド選手がもしかしたら、このまま戻ってこないということになれば、レビーラ選手の力っていうのが間違いなく必要になってくるので、試合下登録そしてファーストなんかでの出場っていうのも今後は出てくるかもしれません。いずれにしてもレビーラ選手はまずは2軍でもう少し打率を上げて、2割中盤ぐらいは打ってくれないとというところであるので、そのあたりを期待したいと思います。以上です。